こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シャイニーストッキングスというビッグバンドの定番曲ですね。これピアノのベニーグリーンさん、もう僕はもうジャズの一番最初に始めたのベニーグリーントリオが大好きで、キメがいっぱいあるやつがものすごい大好きで、ピアノトリオなのにもうビッグバンドみたいなサウンドっていうのが大好きで始めたんですけど、今後ねちょっとこう原曲より変形、キメとか変形させて、これ実際これもちょっとこう僕がやりやすく、まあ定番でやりやすそうにちょっとリズムをこう変えてみて今演奏してみたんですけど、まあこのシャイニーストッキングスっていうのはもうカウントベーシー楽団で一番すごく有名な曲で、まあ曲の作曲は違うんですけど、カウントベーシー、まあオールドベーシーって言われてるベーシーの時代があってね、オールドベーシーからまあいろいろクインシー・ジョーンズとか若いこうアレンジャーが加わるんですけど、まあ有名なサミー・ネスティコさんっていう人なんですね。でこのネスティコさんのアレンジがものすごい有名で、僕ネスティコさんと一緒にご飯食べたことあるんですよ。なんかなんかグラミーかなんか撮るときにその会場に僕一緒にいて、で胸のネンバッジ見たらすごいね、いい感じのおじいさん、白髪のおじいちゃんがいて、サミー・ネスティコって書いてあるから同姓同名かなと思って喋りかけたら、ベーシーのバンドのネスティコさんですかって言ったら、そうだよって言うから僕ビッグバンドやってるんですとか言って、そしたらなんか奥様がじゃあご一緒に食事でもどうとか言ってくれて、なんてこう普通こんな日本から来たさ、こんな名も知らないドラマーによく飯一緒にやってくれ、一緒に食べてくれたなと思うんですけど、でその時食事してる時聞いたのが、そのベーシーのバンドの時にこうシャイニーストッキングスです、このセカンドテーマってこれメロディーと違うんですよ。でセカンドメロディーっていうこう返ってきて、でこのベニーグリーンのアレンジはこのままもう一回メロディー戻るんですけど、メロディー戻らずに終わると。それはものすごく意図的に僕アレンジしてるんだと。要はその定住があってちゃんと変形して同じコード進行の中でもう一段盛り上がって、でベーシーがこうガクンと下がってベーシーがチャッチャッチャッバーンってやるっていうのが、まあいわゆるその自分のこのやりたかったスタイルなんだよっていう話をすごくしてくれて、あ、こういう意図的にすごくこういうふうに最後のメロディーに戻らないようにするように、いろいろそういう曲いっぱいあるでしょ。ヤゴッタトライとかもそうだし、なんかその最後にこうドラムフューチャーで盛り上げるって感じが、だからドラマーだったからなんかこう面白がってくれたのかなって思ったりもするんですけど、っていう、まあそのビッグバンドのアレンジですね。でこれはソニー・ペインが叩いてるのがめちゃくちゃ有名で、エプリル・イン・パレスというアルバムなんですけど、ここがシンコペーションしてるんですよ。ここシンコペーションしないようにしたんですけど、なんかドラムをフィーチャーにしようとすると、ここをシンコペーションにするとちょっとやりづらいとこがあって、でこの最初のフィルインがもうしびれませんか、これもうちょっとテンポ早いんですけど、こうもうジャーが聞こえてきそうな感じ。2小節のねフィルインでこうセットアップするんですね。ここ1小節しか書いてないんだけど、さっき僕も演奏した時は2小節のフィルインでやりました。でここも戻ってくる時も2小節ドラムがフィーチャーして組み立ててこのフレーズに行くと。
で、ダーンタタジャン、このシンコペーションで、うん、3連で降りてくるんですね。で、ここのフレーズを決めて、ここのフレーズを決めて、ここ3連で降りてきて、ここ16で降りてくる。これもソニーペイのテーマ。ワン、ツー。なんか取ってみたら決めてないんですよ。ここでガクンと下げたいみたいな。でドラムはもう淡々とやってるけど、まだシャウトしてるっていう管楽器のイメージなんですね。僕はもうここはビコンでやるときはもう最後まで決めたいみたいな。で僕はここから下げたい。さっきここギターソロになってたんですけど、タッタラッタッタッタラララッタ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 ッ、あーになってますね。笑っちゃうようなフレーズだけど、めちゃくちゃソニーペインかスイングしてるからね、めちゃくちゃかっこいいんですね。で頭に戻ります。ここに、同じでターン、同じ3連で下ってきて、これはラフフレーズね。ここからやると、ワン、ツー、ドラムもいなくなってるっていう形なんですけど、あー憎いですよね、どれもね。でこのガクンと上げたり下げたりするのがソニーペインのすごいとこで、でこのドドドンってここでちゃんとシンコペーション着地しているとことか、タタンドロンっていうのがかっこいいですね。でここのポイントはこれ、僕も最初のこのビッグバンド入った頃、この連鎖ってやつ、裏裏っていうのが、で譜面前から読んでいくとここで終わっちゃうから、大事なのこっちね、後ろの方が大事なので、だからなの、正直、ここのフレーズってここにスネア打ってシンコペーションしたけど、一瞬うって思ったかもしれないですけど、全然成立したでしょ。要は後ろの方が大事なんですよ。なので途中で失敗しても次のフレーズ当てればドラマ成立するんで、最後まで諦めないっていうのがすごい大事です。なのでこのガッカーっていうのは、これ2つで1つのフレーズなので、ここ連鎖だなと思ったら、ここの手前にシンコペーションセットアップしたら2発クラッシュするって、ここがみんなよく間違えるとこね。ここが難しいですね。で今ここシンコペーションしてないの、僕シンコペーションしたからちょっと変だったけど、こういう形ですね。これはあのビッグバンドの譜面で皆さんよく使うと思うので、ここの部分だけね、あのメロディーの部分はちょっと著作権の微妙な関係があって、あのセカンドメロディーだからいいかなと思って使ってるんですが、これあの意外とあの他の曲でムスカビノソが他の曲で引用したりとかもしてたりとか、このフレーズ、あのペダルがベースがペダルが始めたこの曲にこのねセクションに行くんじゃないかなって思わせるような感じで、ものすごくこうよくある定番のフレーズなので覚えておきましょう。でアプローチ的には3連で受けて次16で受けてを揺する感じ、こっちも16で受けて3連で受けて16系で受けてみたいな形を行ったり来たりすると、すごくバリエーションあふれた感じになる。だから16ばっかりでもつまんないし、3連ばっかりでもつまんない感じねっていう感じですね。なのであからさまにこうクレッシェンドして、ここだけフォルテにする、でここから下げるみたいな。僕はどっちかというとビッグバンドやって、ここまでクレッシェンドフォルテで行って、ここでグッと下げたい。で最後ここのとこは3回フレーズが来るから、ちょっとずつクレッシェンドしてって、ここでガッてやって、ちょっとねフレーズやって、でここでまたもっぺん盛り上げてフォルテショーにも行くみたいな感じにしたいタイプですね、僕はね。
なのでいろんな決め方はあると思うんです。でも実際こう自分も改めてなんかこうコピー何回もコピーしてるんですけどね何回もコピーしたんだけど、改めてこうコピーしてみると、ここは実はドラムとベースは何もしてないってい う、 こうあんまり盛り上げに参加してなくて、ここは管楽器だけでコントロールしてる感じがちょっと自分にはすごく新鮮だったですね。めちゃくちゃ面白いですよね、こういうのね。だからやっぱりこう昔の異業の本当に天才のこう組み立てなんかを見てると、本当にあのこういうのを撮ると神棚に飾りたくなりますね、本当に。これあのこっちのこれね、ここはシンバルレガートするんですけど、ここを埋めたりとか、ここ、まあ、ここは次のテーマのためのブレイクなので、この感覚ですね。こっからここまでのカラオケはメルマガでダウンロード特典ダウンロードできるようにしとこうかな。でこの譜面とね、で自分でいろいろ書き込んだりしてみて、いろいろやってみてください。ポイントはここの 2連鎖のとこですね。ここは難しいと思いますね。ここの2連鎖出てくるので、ここのベーシーのバージョンもそうですが、ここの場合はピアノでちゃんとこうギターでこうちゃんと決めてるので、全部こう決めてもらうと。でその時にガッガーの時にちゃんとここ両方溜めないと、なんかこう気持ちよくないですね。だから僕最初の演奏の時にこうニコって張りながら溜めながら叩いてたと思うんですけど、思いっきり溜めて叩く感じね。これがぜひ面白いかなと思う。でここはギターに2回目歌わせてたけど、ここまで叩いてガクッと落とすみたいな。ここの頭ではもう音が静かになっててほしいか、ここの頭でチョーキングしてガッて下げていくのもめちゃくちゃかっこいいかなと思ったりしますね。という感覚で、この曲をぜひあのトライして練習して遊んでみてください。やっぱりドラムってそうっすけど、やっぱり基礎練習僕すごく好きなので、メトロノームと練習するの好きなんですけど、やっぱりこう人と合わせてるのがすごい好きなんですよ。ベースとかベースがここにいるからドラマここに行きたいみたいなのが、いろんなことが、だから一人でメトロノームとやるとあんまりバリエーションないんですけど、ベースとギターが入ってくるとベースとの関係、ギターの関係との関係で遊べるんですよね。なのでこういうのがめちゃくちゃ好きで、昔からこう誰かに録音してカラオケ作ってもらっては、この音に対してこうアプローチしよう、この音に対してこうやってアプローチしようっていうのを、まあ、趣味でやってた感じですね。それがいつの間にか、まあそれで飯食うような形になってきたんではあるんですけど、まあそういうとこばっかり特化して練習してたので、要はゲームみたいにして楽しくしないとつまんないですね。だからやらされてる感が出たらやっぱり続かなくなっちゃうんで、やっぱこうやってこうこれに向けてできるだけ効果的なフィル入れようみたいなのを、まあこうやってやって録音して聞いてみて、やって録音して聞いてみてっていうのを繰り返すと、まあ趣味ですよね、本当にね。でも本当にそういうのをあの細かくやっていくと、必ずコンボとかのこうセッションのパッてきた時に、あ次の音が聞こえるって、頭の中にドラムとか鳴るみたいな感覚がすごい身につくと思うんですよ。それがすごい大事ですね。ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。